いい余韻に包まれております。素敵な演奏ありがとうございます。さあ続いての演奏なんですが、雰囲気がまた変わってきますよ。続いてお送りする曲はジャパニーズグラフィティ19ドリフターズのメドレーです。日本中のお茶の間を楽しませたザ・ドリフターズ、改めて素晴らしい方々だなというふうに思いますよね。ちょっとだけよ、全員集合、ドリフの早口言葉など、懐かしく聴いても吹いても楽しい曲ばかりです。曲中のさまざまな演出にもぜひ注目して皆さんお楽しみいただきたいと思います。指揮は引き続き広島県警察音楽隊河野重盛学長です。お願いいたします。1、2、3、4
そしてですね、今後さまざまなコンサートまた開催していただきますけれども、近々で言いますと、はい、そうですね、また毎年行っているんですけれども、春にですね、はい、美術館前でプロムナードコンサートまた予定しております。いろんな曲をね、用意してまいりますので、ぜひ暖かくなってからまた皆様にお会いできればいいなと思っております。はい、楽しみにしております。いや、まさしくもう愛媛県警察音楽隊の皆さんも広島県警察音楽隊の皆さんも音の架け橋になっていらっしゃるなということを実感します。さあ、ではいよいよ次の曲ですけれども、ラストが近づいてまいりました。次の曲は、はい、次の曲はですね、マイフェイバリットシングスという曲なんですけれども、ミュージカル映画であります、はい、サウンドミュージックの中の一曲でございまして、ジャズの、スタンダードナンバーでもいろんなところで演奏されている曲でございます。今日は、日本のラテンジャズビッグバンドであります熱帯ジャズ楽団の、アレンジでお楽しみいただこうと思っております。かなりアップテンポっていうことを聞いたんですが、そうですね、なかなかそのラテンの部分といわゆる4ビートスイングの部分が目まぐるしく入れ替わるようなスリリングなアレンジになってますので、はい、そのあたりもお楽しみいただければなと思っております。ちょ、このラストに来て、さっきも皆さんすごく踊られて、目まぐるしく変わるのは大丈夫ですか？いや、多分ここが今日の演奏会の山じゃないかなと思っておりますので、ね、はい、まあ、隊員も、気合い入っておりますので、ぜひ、ね、お楽しみいただければと思っております。期待しております。ありがとうございます。さあ、それではここからの指揮は愛媛県警察音楽隊村上忠宏学長です。